動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。猫の金沢チャンネルです。本日は靖国神社でお土産とか、いろいろなんか物が売ってると思うんですけれども、個人的に買ってよかったなとか、あ、これ値段の割にすごいいいじゃんってものを1点ちょっと紹介したいものがあったので、動画アップしました。よろしくお願いいたします。靖国神社っていうと、これ結構その、日照記だったりとか、日本の国旗だったりとか、普段そんなにその目にする機会ないものが売ってたりするんですけど、個人的にすごいいいなと思ったのは、何かって言われると、こちらのメタリックシールです。これ買ったの、確か何年くらい前だっけな、7、8年くらい前だったと思うんですけど、これ、なぜかペーパースタンプなんですけどね、これ。ちなみにこちらなんですけど、確か880円の消費税とかそんなもんだったと思うんですけども、こちら、このタッグがすごいですよ。で、持った時にその重量感もありますし、私これ土方家の家紋の左三つどもえ買って、刀台に実際その貼ってみたんですけれども、実際すごいいいんですよ。ちょっとじゃあ刀台買ったのを上げてみましょうかね。実際その刀台貼ってあってこちらになるんですけれども、実際そのこれあるのとないとじゃないですか。やっぱりその見た目の迫力だったりとか、そういうの全然違うと思うんですよ。で、実際にこれ刀を、置いた際に、やっぱりこう土方家の家紋が刀台に乗ることによって、全然その刀の迫力だったりとか、そういうのも全然違うわけですよ。で、実際にこの家紋のこのシールなんですけれども、こちら多分ネットスタッフとかもあるかもしれないんですけれども、私はその靖国神社で買って、これいいなと思ったんで、靖国神社さんで買うなり、ネット通販で買うなり、どっちでもいいとは思うんですけれども、ぜひこちらおすすめしたい一品になってます。決して回し物じゃないんで、個人的にその使ってみて、すごいいいなと思ったんで、とりあえず今回はご案内させていただきました。この動画がちょっとでもいいなとか、ためになったなと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると大変嬉しいです。次回、靖国神社で購入しましたせんべい、こちらの開封動画をアップしたいと思いますので、次回もご覧いただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。